はい、というわけでお待たせいたしました。バディファイト日本一決定戦の決勝戦が来ちゃいました。というわけでオープンザフラッグ、エンシェントワールド対百鬼夜行で、進行いたしてます。左側がフーさん、フーさんのエンシェントワールド、右側がクドネさんの百鬼夜行ですね。これ決勝戦は確か時間無制限、時間無制限なんで終わるまでやる、もうじっくり考えて OK だよと。でお互い映画が覚えてますね。はい、フーさんが先行ですね。兄貴の心意気を表現、本当にこれはもうこの冬の代表カードと言ってもいいぐらいに。おっと対抗が、なるほど、そうですね。はい、もうこれ決勝戦ですからね、バディフェスタとか大人バディ合わせたらもう何千人何万人ものトップ、なんか頂点が決まる試合ですね。1年の中のこれはどうなんですかね、フー君さん側はサイジさんをあえて出さなかったのか聞いてないのか、ハンドが見えないと何とも言えないですね。でコンピュータスグリードバディコール、はい、ゲージを増やして、ゲージを減らしてライフをプラス1ですね。百鬼夜行を使ってるのは参加者の中でクロネさんだけ、はい、唯一の百鬼夜行使いが決勝卓に進んでおりますと。でネパッドとコンピュータスグリードソウルに入れて、はい、闇ゲード、闇ゲード入りますいきましたね。そしてライフリンクでチャレンジですね。これ結構忘れがちなんですよね。そうですね、言えたら闇ゲード。回復一気に攻撃してきますね、はい。まあ、エンシェント側、フー君さんはこれからですね、このターン一気に巻き返せるかどうか。闇ゲートもソウルが2枚入ってますから、そこそこ厄介っちゃ厄介です。そうですね、サイヤさん出せないとっていうところではあると思うんですが、サイヤさん引けるかな。コメント2人とも名古屋勢だよってコメントありますね。あ、そうなんだ。っていうことは同じところで練習してる2人ですね。そうですね、先ほど調べたお店ホビステ笹島さん、笹島店でしたっけ。これベビーリッキーをバーディーコールしましたが、はい、サイズさんパッと見なさそうな予感しますね。連携で闇ゲド、エンシェント側は、あ、エンシェント側これでさっきが2枚のゲドシールドで無効化して1ダメージですね。サイズさん出せないっていう感じでしたかね。結構厳しいです ね、 そうですね、なかなかこういうことないと思うんですけど、決勝卓で厳しい。わずかさず闇ゲードでリッキーに攻撃していきます。サイズリング、さらにファイターにも当たってきますが、あるようには見えるんですが、闇ゲドウの爆雷が、なるほどね、発動しちゃうのですごい全部噛み合っちゃってる感じですね。難しいところですよね。結構厳しいな、はい。ただいまバディファイトというカードゲームの日本一決定戦が、実施されております。こちら決勝戦の模様をお届けしております。
ベビーリッキーをセンターに攻撃してエンドですね、生き残るためにはといったところではあるんでしょうが、今日こんな盤面は見たことなかったので最後に来ちゃいましたかね、来ちゃったなっていう感じではある。この隙は逃したくないですからね、黒田さんは。そうですね、激凛ででもやっぱりライフは減るんだよなっていう。そうなんですよね、もう一回攻撃ですかね。これはライフリンク受けていきます。はい、でもとりあえずなんとか生き延びた。まだ頑張れ、ゴロチャージャンゴロチャンスはっていう感じですかね。来い、3枚目のベビーリッキーを出していきますが、はい、3がないのかな、やっぱり苦笑いですね、お互い。抜けローシールドで無効化して1にしちゃって、一応今回の卓の周りにはジャッジが多分4人ぐらいついてると思うので、はい、本当にダメな時はストップが入ります。でナーガをコールしてナーガで1ダメージ、バンノバはここで出さざるを得ないですね。ゲージ3悩んでますね。ほっ、何引いたんでしょうか。確かにハリーズゼロとかなんですかね。お、チャージしない、いった3回攻撃ですかね、バンドバー。もう1回ですか、上タリアミゲド、ミゲドは倒せましたね、はい、ようやく。これ何引いたんですかね、手札にあるのは。なんでしょうね。そして向かって右側のクロネ選手の方はもうゲージがたんまり、上タリアミゲド効果で何かカウントを始めました。裏骨杭を装備、はい、ゲージ1ライフ1ですね。で大資料アンノーンをセンターにコールして、ドロップゾーンからサイズ2以下の100機かダークヒールをコールすることができます。呼吸のスピードでしょう。ゲージも捨て札することができるのでバッチリですね。3枚、ゲージを3枚払って、はい、キュートスグリードの能力で、はい、ああ流石のコースなんですね。はい、ということで初戦は、向かって右側クロネ選手の100機デッキが勝利、1本目はそうですね、1本目はクロネさんの勝利です。続いて 2本目に突入ということで、コロコロチャンネル、これからもよろしくとろ。よろしく。そのためにもチャンネル登録よろしくとろ。チャンネル登録、登録すると、はい、コロちゃんからの大事な限定情報や、限定情報や、楽しい動画を見逃さずに済むと。おお、チャンネル登録しないとダメですね。はい、しかも何があるんですか。たくさん登録してくれたら、はい、このコロコロチャンネルもっともっと、はい、もっと豪華になっていくかも。やったー。はい、登録はですね、はい、簡単です、はい、この画面の上に出ている登録ボタンをクリックしてくれればすぐ登録できます。そして下の赤いボタン、チャンネル登録を押しても登録できますよ。よろしく。